子サッカー日テレベレーザ長里浅野選手にお越しいただきました。長里浅野殿、あなたを一日高速道路交通警察隊長に委嘱します。神奈川県警察高速道路交通警察隊長、はい、お願いします。サッカーの点を取る気持ちで頑張りたいと思います、はい、ね、高得点狙っていきましょうね。神奈川県内の自動車専用道路で発生しました交通事故の捜査や交通違反の取り締まりを行っています。もうドキドキしますね。ドライブの雰囲気を出していきましょう。運転してる感じですね。はい、ブレーキ、ブレーキ、うわもうこれを見てる方もちょっとびっくりしちゃいました。大丈夫ですか。5キロなんでね、はい、そんなコンパしかできないでしょって思ってたんですけど、うん、5キロでも結構ガンってきますね。すごい衝撃で、あの前に来そうになったけど、やっぱシートベルトがあったんで前にぶつからずに済みました。